お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらの迫撃ですね。はい、迫撃デッキになりますねと、まあ、やっていくんですけど、今日はまあこれはですね、ツイッターで海外の AUK っていう選手がいるんですよね。その世界大会にちょうど来るノバっていう中国の優勝のチームの MVP 選手っていうの AUK 選手って人がいるんですけど、その人がツイートしてたんで、知ってる方は知ってるかもしれないですけど、今グローバルでトップ10のうちのなんかその人は8人が迫撃を使ってるみたいなツイートしてたんですよ。で今見たら、そのちょうど1位から6位がもう全員ですよ。全員これな、全員マジで形はちょっと違うかな、違う、ちょっとなんか違ったりするんですけど、マジで迫撃、もう1位から6位が迫撃で、7位がゴレで、8位も迫撃で、9位がペッカで、10位が迫撃って感じで、マジ1位から6位が全員迫撃、あとまあ10位、あとは1から10の間に8人迫撃を使ってる人が今上がってるっていうので、まあだからこそ、はい、迫撃を使ってまあトラゲしようかなと思い、今日はこちらのデッキになりますね。はい。で僕が斜めにしてるのは、結構マルチだと、その三重石が多いんですよね。とか迫撃が多いから柳目が結構刺さるっていうので、そうガゴムレとかギャングコウモリとかも多いから、だから柳目にしてますね。そう、柳目型の迫撃もいて、でも柳目じゃない人は結構ここがあれでしたね、あのウッド、ロリババじゃなくてウッドが多かったですね。これだるいな、この、あーこの人あれだ、あの人ですね、とキャオステオリーのカロリアス選手で、滑舌はしゃあなし、許して、これ延命して、ロリババかなこれは。あーババコアね、でも意外とこれね、僕ババコアのデッキ使ってるから分かるんですけどね、こういうコウモリとかめちゃくちゃしんどいんですよね。今コウモリ出したからコストも出せなくて、もうこれだけでめちゃくちゃしんどい。そう、まあこのデッキを使ってたんでね、ここで本当はウッドだったらウッド転がしたいんですけど、まあやらめなんでね、結構腐るかもしれないけど、言うてですね、相手コウモリいるし、はいはいはい。であとは相手三重子があるかな、なんでまあ迫撃とか置いてイモルかなって言ったところで、あと600なんでね、600は結構すぐ削れますね。スペルもありますし。ってことで D が飛ばして、コウモリ来たら斜め打たない方がいいかもだ。はい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 。まあ、そうですね。これも5打ってあげて、なんで逆サイにプリンスかな。OK。で、あの2体はもう放置。吹き矢で斜め。OK。これもプリンスが、あーやばい、あのマスケのターゲットをプリンスが取ってると思ってたら取ってない。でこの間にもうね小屋を、あーそっか、はいはい、まあ迫撃で攻めてあげます。よいしょ、 OKOKOK。 で相手結構サンクラをね落とされないように気をつけないといけないから、僕はこれ守りたいですね、意地でも守りたい。オッケーで5相手2発だから、この間に攻めてあげて小屋をね置く隙を与えさせないようにね、ロリババ咲いたんでディガープラスのこのギャングのカウンターで相手は防衛しないといけない。でこのホバリングも丁寧に防衛してあげると、オッケー、肩これで、あと迫撃も入ってヤラメ通りかな、ヤラメが確認して125、オッケー忙しいな、忙しいんすよね。けどまあこれが流行りですね、やばいっすよね、普通に考えてやばい。だって世界で1位から6位が同じデッキってやばくないですか、マジで。もう PS で戦うみたいな
ミラー対決ばっかりになるっすもんね。そしたら、いやっすね、迫撃のミラー対決とか全然わかんないっすもん。どう、何をしたら勝ちとか、疲れますねワンミスしたら負けみたいな感じになりそうっすね。日本人ですね、よろしく。この人の迫撃かな、クロスかな、なんかそんな感じがする。そんなんじゃなかったかな。よく当たりますね。よいしょ。てなわけで、まあギャングサックかな。おおそんなことある？今見ました？打ち合わせしてたかのような。これじゃあすることないんで、もうファイブっといて、でこのコームには、あー無視したかったけど、まあいいや。ちょいっとコスト使いすぎたかもしれないんですけど、まあ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 、迫撃対決ですねさっきちょうど言ってたら、まさかので、ギャングコウモリまでは一緒で、中身が分かんないですね。ギャングコウモリ5ウッドで、多分僕は5アーメン、リガー迫撃、あと2枚ですね。プリンス、僕がプリンスだけど、あっちの方は何か分かんないのと、コウモリギャングしか、プリンスだけですね。この枠がアウトローかガゴムレかとか、その辺ぐらいですかね、違うのは。はあ、一緒やんけ。あの、ヤナアメか、あれが違うぐらいですね。あれだ。なんだ？これは相打ちで。ヤナアメか、ウッドが違うぐらいですね。やばいな。ミラー対決って難くないですか、これ。ここでヤナアメ、ああ、はいはいはい。これだってもう一回、ファイブル、これで攻めたら、ディガー、これ受けそう。これをどうすればいいのか分かんないですよね、マジで。あ、危ない。これ、やらめ出した方がいいのかな。悩むな。これ、やらめをサクッと。OK。で、このコウモリがちょっとだけでも入ってくれたら美味しかったけど、まあ入らないですね。削り、ディガー、どっちがディガーで削れるかみたいな感じかな、これ。やばいな、これはやばい。これコウモリ出てこないかな。やばい、コウモリ出てこなかった。でも相手これ苦しい、多分ファイブオーバーじゃない。あー、ファイブ打ちてー、打ちてー、コモナが多いよー。やばい。まあ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 、吹き矢が強い。これな、どうしたらいいんだろう。同じっすね。同じだ。もう一回プリンス受け。あら、やらめで処理かな。処理しなくていいですね。オッケーオッケー。やばい。ここのディガーが鬼しんどいですね。でもここのコウモリが逆に相手は鬼しんどいみたいな。ああ、やばい。陸が。あ、でも迫撃入ってる。いや、いらなかったな。やった。この防衛迫撃が相手の5本分、ちょっと美味しくなるから、もったいないですね。OK。ああ。OK じゃないな。やばい、押されてる。惜しいな。やばい。いやー、やだ。ミラーで負けるのはしんどいな。これな。これワンチャンこれで突進入れるぐらいしかないですけど。まあ入んないっすね、さすがに。ワンチャン？あー、ファイボナー、右か。これは負けましたね。お相手さんがお上手だ。よいしょ。グッドゲーム。そう、マジで。そう、これしかいないんですよ。これが、こういう試合を繰り広げて勝っていくと、
これですね、もうグローバル1位から6位がみんなこれで、あと8と10も迫撃でしたねみたいな感じで、もうこれが入ってますね。やばい、マジやばい。これが入るのは結構困るっすよね。だってあの弱点が結構ない、意外と弱点が分かんないんですよね。まあ普通に考えてゴレがしんどいと思うんですけど、けどプリンスがあるから、で最近のゴレはゴレライとかだから、結局ゴレにも勝てちゃうんですよね。あ、 TNT だ、まさか、よろしく。やば、プロばっかやん。ですね、 TNT は OP ゲーミングだ、 OP ゲーミングの選手ですね、よろしく。多分 TND や T はスケーラーとか迫撃とかやね。もう一回ギャング出したら同じタイミングみたいな。ありそうでないか。ゴレか。なんだ、そうなんすよね。迫撃な、迫撃の弱点ってむずいっすね。マジでむずい。そう、ジャイだ。ジャイとか、ジャイサンスペとかだけど、これプリンスあるから、関係ないな。マジでわかんねえ。本当にわかんないですよね。なんだろうな。ジャイにも勝てる。ペッカにも勝てる。あー、ラバかな。ラバ。でも、ヤーメファイブ。あー、ウッドファイブ。ラバですかね。でも、ラバは、多分、その、この型の迫撃には勝てても、別のアウトラー型とか、ガゴムレ型の迫撃に勝てないから、そうなると別なんですよね。ってなって、ラバも無理、ゴレも、まあ、プリンスのせいで無理。ってなると、やばいっすね、このデッキ。マジで極めたら最強みたいなのがあるっすけど、むずすぎますね。マジでむずい。迫撃とかクロスの置物系って地味にむずいんですよね。これな、多分相手はゴレで、残り、そう、延長入るまでずっと待ってきますね。で、ここで、そう、使ったから攻めてくる。で、ここしっかり迫撃から受けて、あのゴレな、これがだるいですね。ちゃっちゃ溶かしたいですね、前を。これどうせロリババ、撃たれていいから。吹き合うと、ディガー、コウモリ、OK。ああ、それはうまくね。けど、まあ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 。このランバーは美味しいですね。逆に相手このゴレ受けがない。ああ、そういうことか。いや、ターゲット変えて、来た。入る、入る、入る、入る。で、陸がないから、この間に迫撃置いてあげて、OK。都心参る、OK。いいよ、いい感じ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 、OK。このベビーちゃん厄介だな。これもうゴレ来るしかない、相手は。ここできるだけ。オッケー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 なんだけど、怖いっすね。ワンチャン持ってかれる、マジで持ってかれるワンチャン。でこれ多分ベビードラが来る。そうで、吹き矢がランバー処理する。オッケー、やばい。あ、待って、吹き合い来てるやん。うん、優秀すぎ。これはファイブ防衛。オッケー。よいしょ。相手はもうライトニングとスペルでしか削れ、ライトニングか、とゴレでしか削れないから、こういうチクチクで、どうにかやりたい。あー、やばい。これやばいっすね。これ、ヤナメと、置き方。あぶねー、あぶねー、ギリギリ。グッドゲーム。そう、迫撃は普通、ゴレめちゃくちゃしんないのに、このプリンスが今流行ってるせいで、ゴレにも勝てちゃうってやつですね。はい。てなわけで、今日、その前、そう、サンダーとも当たったんですよね。サンダーは、と、サンドボックスのプロ選手ですね。やばい、プロ、プロで、日本人の方でプロみたいな。マッチング鬼やばいっすね。マジでやばい。まあ、てなわけで、
こちらのね迫撃マジで今世界で流行りまくっております。ぜひね使ってみてください。はい、というわけでね今回は終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。